1日土曜日に京都競馬場で行われたメインレースの鳴尾記念。一番人気ロードデルレーが競争除外となり、20億円の返還金が発生したことが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。ロードデルレー、直前除外で20億円返還。人気の一角だったロードデルレーが、レース直前で競争除外となり、売上から約20億円が返還となった。発走直前では一番人気にも押されていた同馬は、馬場入賞後に左後足跛行を発症。鳴尾記念の発売金44億9373万1800円に対し、レース後の返還は約半分の20億2276万9600円。売得金は前年比 52.1% の24億7096万2200円だった。ノリの真似しやがった。ノリの真似してんじゃねえぞ。ノリの真似して大損害与えててこさ。困るの JRA だけだろ。大損害ざまだな。川立って馬券買ってる人のこと全然考えてないのかな。いや、それに関しては馬優先になるのは仕方ない。除外ならちゃんとファンのこと考えてるだろ。去年の先玉杯なんて馬の状態悪いけど、地方の客とかどうでもいいから八百長やりやがったからな。なんでシャマルの時は出たんですかね。大損害食らったからあと20年は言わせてもらうつもりです。あのシャマルはひどかったよな。ようあれで走らせたわ。一番人気が除外になるとこうなるのか。すげえな。オッズがクッソ下がったわ。ロードデルレーどんだけ人気してたんだよ。JRA、ミーヤの野郎。返し馬で前足の出が硬いって言われてたから、除外で大事に至らず一安心。4歳3レースにすら出られない。正月中内田にこっそりスタートしたら速攻で止めていいからとか言っとけばいいのに。ノリの時も思ったけど、損害といえばでかい損害だけど、別に売り上げが誰かのポケットに入るわけじゃないしどうでもよくね。何か JRA を一つの人格みたいに損失を与えたように言うけど、報酬が決まっている上層部から末端まで何も痛まないよな。出馬して中止なら3連単400倍やぞ。買う方からしたら走ってからいなくなられるより100倍マシ。20億の売り上げ飛ぶって数字で見るとすげえな。売れたはずの20億円が売れなかったということは、その 25% の5億円が JRA に入らなくなり、その5億円のうちの2億円が国庫に入らなくなったということだ。2億円また日本の借金増えちゃうよ。これ次のレースで価値格だろ。これで川田穂されたら面白い。いやでもありがたかった。前2頭も買ってなかったし、わらノリとダブらせてるけど全然違うよ。川田は偉い。今回は川田のナイス判断。今日のメインだもんな。他はしょぼいレースばっかだし、ここだけ買ってる人もいただろう。後方ポツンで走らせるよりよっぽどファン重いやろ。ノリさん行動は感動話で褒められまくってたからな。これが G1 とかじゃなくてよかったな。一番人気が除外なんてそうそうないぞ。スタートした瞬間レースやめたシャマルの時よりはマシだな。レース後何の異常もなかったし、ああいう場合は騎乗停止にしろや。なあよく考えてみろよ。発走後に馬は頑張っていたよとか言って後ろポツンの負け馬投票権交わされるのと全額返還、どっちがいいかを。両方レークの単勝が安くなったのは気に入らないけど、馬の安全優先はいいだろ。次の勝利インタビューであの時取り消してよかったです。というまでがセット。まあ、無理に走らせるよりはいいわ。誰かがそれっぽいレールや実績敷いてからパフォーマンスし出すのが最高にこいつらしい。人気馬がレース中に死んだら後味悪いしな。除外するレベルで状態悪いなら勝ち負けも無理だろうし。サンキューユーザー。人気吸って飛ぶのが4歳の仕事なんだからそれはちゃんとやってよ。バウン車から歩いてきただけなのに、どこで何をして怪我するんだろ。調教師にこんなクソみたいな状態で出すなってことだからな。ノリとかはポツンしたりして意思表明してきたけど、いきなりこれやって川田大丈夫かわら。馬券を買った方から見れば状態が悪いのに走られて飛ばれるより返還された方がはるかにマシ。こいつから流してた客からすら回収率 100% だから得だろ。これは川田が偉い。川田の負担の大きい乗り方だと再起不能になるところだったろ。逆に考えろ。疑惑の4歳から買った人間は返還され助かったと。この返金が安田記念の資金になって売り上げ上がるね。両方レークの単勝を 4.3 倍の時に買ったのに 2.5 倍。分かってたら買い足したのに損した気分だ。ノリみたいに感動誘導ストーリー仕込んだな。中内田厩舎に制裁はあるんだよね。競争除外って、無理やり走って惨敗したら川田この野郎となるところを優しい川田は走らせなかった。馬券買ってたやつは川田にお中元送っとけ。川田俺だって馬の異常を検知すること。デキラー。ノリの真似したかっただけやろ。良いことやで買った人は返還されたんだし、足やばそうだから無理させず、そろっと回ってこよなんて方が立ち悪いで。これが日本代表騎手の姿。後輩は学べ。返還あるだけマシだな。
枠連勝ってた奴はご愁傷様。サツキのあれが認められるならこうなりますよ。っていうか綿の姿勢かもしれない。走らせてもやらずで飛ぶから良心的か。競艇みたいにレースぶっ壊して損害与えたわけじゃないから、ガチ絶叫があったり騎乗停止になるわけじゃない。走らせてたらもっと配当ついたのに。タイトルホルダー数は返し馬で気づいてたけど、そのまま走らせて馬券購入者に大損害。ロードデルレイ川田は返し馬で気づいて進言して直前で除外して JRA に大損害。ってことか。この前田鍋の馬買ったらスタートしてすぐ止めてたから、あれに比べればさすが川田と言わざるを得ない。失踪取り消しは構わないけどならオッズはいた時のままにしてくれよ。そっちの都合で変わるんだからオッズ変えるのおかしくない？返し馬でダメだこれってなるんじゃ、そもそも走れる状況になかったんじゃないの判断遅くない？馬券買ってるやつは助かっただろ。レース中に故障しても返還にならんし、どんこいたのは JRA だけ。テレビの解説ですら返し馬の解説で私なら買いませんって断言しちゃったくらい走れる状態じゃなかったのは明白なんだから、ちゃんと除外申し出た川田は偉い。失踪前から養分やったからオッズ下がって悔しいわ。三連単マンはついてたで。そう考えるとダービーの名称は販売前に除外だから被害でなくてよかったな。予想考え直す時間もあったし、発売後直前に取り消されてたら阿鼻叫喚だったろあれ。たまに反響欄になってる馬とかもこの手で取り消してほしいわ。ウィンウィンでしょ。除外で全額払い戻してくれたのは良かったが、もう少し早く教えてくれてたら、別の馬券に変えて余裕で取れてたことを思うとあまり嬉しくもないな。JRA、馬主、厩舎関係者には痛かったが、一番痛かったのは4枠からの枠連馬券を買った人だな。ロードデルレイの取り消し時点で馬券はほぼ外れたようなものだから。除外は仕方ないと思う。ただ直前除外の場合馬券購入時間延長してほしい。前回なども加味して予想してるから除外その馬の分は返還じゃ困るんだよね。ロード絡みの馬券しかなくて全て払い戻しへと。期待して購入したのにレースがつまらなかった。まあ、負けはなかったけど。発送後の故障でなくいろいろ良かった。出遅れて何十億紙切れにするよりはええやん。ロードデルレイは大阪杯に出ようとしたくらいの期待馬。この決断が次に繋がるといいね。やる前に故障を見つけられて良かった。走れなくて残念だが、無事ならそれでいい。京都のターフビジョンに映った歩様見て、各所から左の後ろが。って口々に聞こえたくらい違和感があった。なかなか順調に使えないけど仕方がない。これって事実上スクラッチできるってことだよな。ババ悪化した時も保養がとか言えば中内田は JRA から報復受けそうだな。しばらく問答無用でクソ枠にぶち込まれそう。川田といえど20億を捨てたわけだから JRA もいい気はしないだろう。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。